ご視聴いただきありがとうございます。羊の気ままにグッチャンネル、スタートです。ここはですね、宮城県の南三陸のとある公園です。ご覧の通り、親子連れで楽しむ姿も見えます。で、向こうには釣り人ですね。何が釣れるのかな？実は僕は、以前、職場で怪我をしまして、その時に数日間、家で安静が条件だったんですよ。もう出歩けないのが、一番きつかったですね。景色を楽しむのが好きなので。病気で苦しんでいる人とか、怪我に苦しんでいる人たちに、こういった景色を届けたいなと思いまして、今撮ってます。波の音が気持ちいいですね。で、いろんな遊具もあるんですけど、僕注目したかったのが、こちらです。すごいですよね。スマイルプロジェクト。いいですね。一級入魂。ここで野球をしてる姿とかも見てみたかったんですけどね。ちっちゃい子が楽しんでるのかな。
東日本大震災から10年になるんですね。